ちゃ文化放送テラちゃん、おはようテラちゃん。今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授で医師の木下博一さんに話を聞きます。木下先生、おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、大相撲秋場所、あさって12日初日を迎えます。木下先生、新横綱照ノ富士、期待しますね、はい、いやもうね、この土俵入りの奉納、はい、明治神宮のを見ましたけども、ちょっと膝心配してましたけど、ちゃんとできてましたね。そうでしたか。もうあのサポーターはしてましたけども、ちゃんとあの土俵入りも型をやってましたので、まあひとまず安心で、しかしまあこの秋場所はね、まあ中心はまず照ノ富士です、はい、まあこれになるとこれ皆さんもそう思うと思いますけど、今場所だけじゃなくって、彼の膝の状態が続く限り今後は照ノ富士が中心となって優勝争いが展開されていきます。はい、もう強いです、照ノ富士、本当に強いです。ものね、もう上半身の鍛え方半端ないですからね。ああ、そうですか。これなかなか勝つ力士が出てくるのは難しいと思いますよ。まあ大関以下の力士にもっと稽古してですね、まあ本当に今出稽古もあんまりいけないような状況でしょうけども、もうなるべくね、いろんなとこ行って稽古に励んでいただいて、照ノ富士を倒す力士がね、出てきてほしいですね。でも今の木下先生の話聞いてても、やっぱり照ノ富士稽古の賜物なんですね。いや本当にね、あの落ちてた頃、すごい稽古してたんですよ。だからやっぱり稽古に勝るものないと思いますね。そうですね。御嶽海も頑張ってほしいですね。待機なんですけどね。そうなんですよね、もうちょっと頑張ってほしいですね。稽古嫌いですからね。そうなんですよね。自分でも言ってますから、もう認めちゃってますからね。そうなんですよね、頑張っていただきたい。さあ、それでは今朝のテーマいきましょう、はい、こちら、子供が新型コロナに感染した時の対処法。新型コロナウイルスの子どもの感染目立っています。この子どもの感染について今朝は伺いたいんです。まず木下先生、子どもが発熱したらどうすればいいでしょう。まずですね、埼玉新都心ジャガークリニックでは、まあ、ゴールデンウィーク頃から子どもの発熱も全例 PCR 検査を行ってきました、全部、そうなんですよ、デルタ株の流行前からですので、実際にはすでにですね、濃厚接触でない子どもの発熱、陽性例何例も確認してきました。そういうものでしたか。現在もですね、子どもの発熱の PCR 陽性者は、大人と同じぐらいの頻度で、まあ、確認しております。まあ、つまりですね、熱が出ていたら、まあ、単なる風邪とは思わないで、もうかかりつけ医に相談したり、まあ、ご近所でしたらジャガークリニックで PCR 検査を受けていただきたいと、こう思います。はい、で木下先生、これ子どもが感染した場合どういうことに気をつければいいんでしょう。はい、国立成育医療研究センター、こちらまあ小児科の全国の総本山なんですけれども、こちらがまあ発表しているんですね、新型コロナウイルスに感染したお子さんの観察のポイント、それによりますと、まずお子さんの機嫌、食欲、顔色、呼吸の様子、苦しそうじゃないかとか、胸がペコペコへこむような呼吸になっていないかなどを観察してください、まあ、機嫌が良くて食欲があって顔色が普通であれば基本的には心配いりません、逆に意識がはっきりしない、機嫌が悪い、食欲が低下している、まあ、水分が取れない、顔色が悪い、息苦しそう、嘔吐を繰り返すなどの場合は担当の保健所ですとか、かかりつけ医に早めに相談していただきたいと思います、はい、そしてこの子どもがですね、新型コロナウイルスに感染して自宅療養させる場合ですね、これ、まあ、家族いるわけで大人が逆にうつるんじゃないかみたいな心配もあるかと思うんですが、大人が感染しないためにはどういう対策取ればいいんでしょう。これ現在はですね、家庭内感染が感染の中心です、ですから家族に感染者が出るとその家族もほぼほぼ陽性になると考えて対応するべきだと個人的には考えてます、まずは子供が療養する部屋を決めてください、子供部屋がある場合は引き続き使って子供部屋で療養させてもいいですし、あの独立したトイレ、まあ、トイレがついた部屋がある場合は、そちらに移しても構いません、
一番重要なのは極力その部屋から出ないようにすることです。決めた部屋からですね。そうですね、どうしても部屋から出ざるを得ないときは、まずアルコールで手指を消毒させます、はい、そしてマスクを着用させてください、はい、部屋の外ではあちこち触らせないっていうのも大切です。あ、はい、まあ、可能ならですね、本人が通った後の場所は部屋全体の空気が入れ替わるぐらい換気を行ってください。換気大事なんですもんね、はい。さあ、そしてですね、子どもへのワクチン接種です、まあ、ためらう保護者の方もいらっしゃるかと思いますけども、まあ、12歳以上であればワクチン接種することができます。子どもこれできればワクチン接種した方がいいんでしょうか。はい、まあ、ほぼ 100% デルタ株に置き換わっている現状です、子ども同士の感染が生じやすくなっている、これも事実ですし、ただまあ現在のところ多くの場合周囲の大人たちが子どもへの感染経路となっています、はい。まあ、子どもを守るためにはまず同居する家族、それから学校や塾の先生、保育従事者、はい、そして周りの大人たちから積極的にワクチンを接種していただくことが、まあ、重要だと考えますけども、これね、デルタ株これだけ流行ってきますと、今後学校でのクラスターっていうのは当然出てくると予想されますので、学校での感染対策もこれ非常に重要になってきますね。木下先生、そこなんですけども、その、はい、もう新学期始まってですね、子どもが学校内で感染しないためにはこれどういう対策取ればいいんでしょう。もうこれマスクと手洗いの徹底しかないと思います。マスク手洗い、ま、そうなんですね、はい、不織布のマスクの着用、これ望ましいですね、はい、小学校低学年ですと不織布のマスクを使うと息苦しいっていう場合もあるんですけれども、高校や中学校の場合はもう特段の理由がない限りは不織布のマスクをつけるように学校や家庭で徹底していただきたいと思います。はい、これ例えばなんですけども、どうしても苦しいと小学校低学年でと、はい、せめて鼻は出して口だけとかそういうのは効果あるんですかね。まあ、の周りにですね、人がいないところで行っていただくように、まあするしかないでしょうかね、やはり原則しっかりマスクはつけるということなんですね。そうですね、はい、今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博克さんにお話を聞きました。木下先生、ありがとうございました。どうも失礼しました。